原選手から田村選手、3着中田選手へ。ここで 6.2 倍、8、7、5が続いて、ここも10倍を切っています。8.5 倍でした。ではお待たせいたしました。第5レース、実況でご覧ください。3日間シリーズ2日目を迎えています第7回山口シネマ杯。この5レースからいよいよ準決勝戦8バトルが始まります。準決勝戦は8つ、すなわち1着のみ優勝ということになります。非常に厳しい戦いとなる準決勝戦8バトル。まずは1本目バトル1、ご覧のメンバーとなっています。ゼロ戦2人が並んでいきます。千葉康信、小林明。10戦です。戸塚直樹、畑義弘、そして一番外は中田圭一郎です。 20m ライン3人が並んでいきまして、左右地や浅田慎吾、真ん中には吉原恭介、そして外に田村二郎です。このレース吉原、田村、この両者が人気を集める一戦です。吉原、田村、この2人の一騎打ちムードとなっています。相手が中田、連勝を狙うのは小林と吉原。ブルーランプが消えていきます。5秒前です。3秒を切りました。第5レース準決バトル1、スタートを切りました。10戦のスタート、真ん中の畑義弘飛び出していきました。畑が2番手につけています。その後ろなんですが、5番の中田圭一郎が3番手、外に7番の吉原、2番の小林明と続いています。1番千葉を追っていきまして、まずは畑義弘もアウトコースから5番の中田圭一郎であります。中田がまくっていく体勢、そのインコースから7番の吉原恭介、レーサー 20m ありました。最内をついて7番吉原が2番手、そのまま1番の千葉に接近です。5番の中田が現在は3番手のポジション、前の方1番千葉をさばいていきます。7番の吉原恭介先頭に躍り出ました。2番手に下がった千葉康信、千葉のすぐ後ろ中田圭一郎、8番の田村が続いていきます。レーサー残り4周となりました。インコースをついて5番の中田、8番の田村ではありましたが、左右から8番の田村が2番手に上がってきています。5番の中田圭一郎が現在は3番手、4番手が6番の浅田、1番の千葉が5番手になりました。先頭は7番の吉原恭介、8番の田村が追っていく展開、5番の中田が3番手、レーサー残り半分です。人気3人ワンツースリー体制となっていますが、おっと5番の中田圭一郎、インコースを突かれた6番の浅田が3番手に上がりました。中田圭一郎が4番手に下がっています。しかし前2人は変わらず、7番の吉原恭介先頭、レーサー残り2周、8番の田村懸命に追っていくんですが、2番手のポジション変わりません。離れて3番とは6番の浅田慎吾、5番の中田が現在は4番手、さらに離れて1番の千葉が続いていく展開です。人気両者の争いとなっていますが、先頭をがっちりと守っている吉原恭介、レーサー残り1周、ファイナルラップに入りました。1着のみ優出というこの戦い、先頭は吉原恭介、人気のもう一人田村二郎も懸命に追っていくんですが、差は縮まりません。7番の吉原恭介が振り切っています。人気両者の争いとなりました。吉原、田村、吉原にここは軍配上がる形となりました。田村も懸命に追ったんですが、2番手、入選は7、8、6となっています。投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。5レース2連単78250円、3連単786250円です。
さんのご投票ありがとうございました。なお先ほどの6レース3連複が特払いとなっていました。ですから 70% は戻ってきますのでご注意いただきたいと思います。さあレースが7レースです。人気の方は478 10.2倍、487 12.3倍、472 17.8倍でした。2連単2連複2連単474.7倍、48で5.1倍、2連複472.5倍、そして485.8倍となっていました。7レース人気は478、中山選手から田中聡選手、3着田中茂選手、ここで 9.6 倍となっています。ではお待たせいたしました。7レース実況でご覧ください。先ほどは大きな大きな配当も飛び出しました純潔エイトバトル。2日目のレースは後半戦へと移っていきます。内走路から疾走路に変わった舞台、現在も細かい雨ではありますが降り続いています。7レースご覧のメンバーとなりました。0から40の戦いです。ハンデ0は内田俊彦です。20戦昨日白星を挙げました米里信秀。30メーターラインは4人が並んでいきます。最内から岡谷美幸、中山徹、渋沢健二、そして大外桜井春光、最後は40戦です。昨日白星を挙げまして通算200勝に王手をかけました田中聡、そして外には田中茂です。走路人気を集める中山であります。走路6、4 2番人気が40戦うちの田中聡。7レースまもなく5秒前です。3秒を切ります。7レース純潔バトル3スタートを切りました。4人が並んだ30戦のスタート、内から3番の岡山、アウトコースから5番の渋沢健二であります。渋沢飛び出していきまして3番手につけていきました。3番手が渋沢、4番手が岡谷美幸であります。そのアウトコースに7番の田中聡、4番の中山徹が続いています。内田を追っていきまして米里の後ろはスタートを決めた渋沢健二、レースは2周目へと入っていきます。渋沢の後ろなんですが、外から7番の田中聡が4番手、さらに外から4番の中山、6番の桜井が続いています。前の方は1番内田との車間を詰めていきました。2番の米田が先頭に躍り出ました。米田と先頭、内田が2番手、3番手変わらず5番の渋沢を、アウトコースから7番田中聡、4番の中山、6番の桜井歩光が接近しています。その後方は3番の岡谷、最後方は8番の田中茂となっています。3番手に7番の田中聡が上がっていきましたが、内からは5番の渋沢、渋沢も粘っているんですがどうか。この辺りが1番の内田に迫っていく勢いであります。レースは残り半分となりました。先頭リードがあります米里信秀、2番手なんですが最内に5番の渋沢健二、外から6番の桜井、さらには7番の田中聡もやってくる。一番外は4番の中山となっています。そして後ろからは8番の田中茂も差を詰めていきまして、この辺り大混戦の2番手争いであります。レースは残り2周、終盤戦、こうなると米里にとっては好展開か。8番の田中茂の外から7番の田中聡が2番手、わずかに優勢か。いや、内から8番の田中茂一気に2番手、外から7番の田中聡、両者の争いでありますが、レースは残り1周、ファイナルラップ、米里がこのまま押し切るのか、8番の田中茂が差を詰めていきまして、さあここで捉えに行くのか。田中茂捉えているんです。内側からこじ開けました田中茂、最後の3コーナーで差し返そうと2番の米田とも一歩及ばず、田中茂だ。
中は2番手が大混戦となりまして、その混戦から抜け出した田中茂が終盤戦米田と捉えました。827の入線です。投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。セネレス2連単825,300円、3連単827,22,530円でした。さあ8レース、ここからはモトロとミーの対象レースとなります。本日も通常の車検とともにモトロとミニへのご投票もたくさんありがとうございました。さあそして8レース締め切り直前の人気、ここは8号車荒尾選手に人気が集まっています。863 11.9 倍、836 14 倍です。2連単2連複、2連単 865.1 倍、836倍、2連複の方は 384.1 倍、684.5倍となっていました。人気の方は、最終的に863、荒尾選手から鈴木選手、3着中野選手へ、ここで 11.9 倍、836 13.9 倍です。ではお待たせいたしました、8レース実況でご覧ください。第7回山口シネマ杯シリーズ2日目、明日の優勝戦進出をかけた争いが続いています。さてリアルタイムなんですが、小雨のブチ走路となっています。現在リアルタイムでは小雨のブチ走路となりました。その舞台で行われますのは4つ目の準決勝戦バトル法、8レースご覧のメンバーとなっています。ハンデゼロです。連勝を狙います、宇根坪隆雄、10戦も1人です、笠原光義、 20m ライン左右中野光弘、木村義明、そして平塚真樹、30戦です、鈴木正光、谷津圭司、そして荒尾聡です。初日しっかりと結果を残した荒尾、このレース人気の軸は荒尾です。相手が鈴木正光、そこから中野へ、ブルーランプが消えます。5秒前です。3秒を切ります。第8レース準決バトル4スタートを切りました。20戦のスタート、左右から3番の中野光弘、2番笠原を捉えていきまして2番手につけています。2番手が中野、そして3番手なんですが平塚がわずかに優勢か、平塚が3番手のポジション、その後ろから上がってくるのは8番の荒尾聡、荒尾が序盤戦4番手であります。1番ウネスボを追っていく3番の中野、レーサー2周目へと入っていきます。インコースから捉えていきました、3番の中野光弘が先頭に躍り出ました。中野が先頭です。1番のウネツボが2番手、3番手が現在5番の平塚マスキとなっていまして、その平塚をインコースから捉えていきました8番の荒尾聡、そのまま1番のウネツボにも迫っていこうとしていますが現在は3番手であります。先頭変わらず3番の中野光弘、レーサー残り4周です。インコースから8番の荒尾聡が2番手、そのアウトコースから6番の鈴木正光が並びかけている。この両者の争い、8番の荒尾がインコース、外には6番の鈴木正光、両者の争いとなっています。離れて4番手は7番の谷津圭司、レーサー残り半分となりました。8番の荒尾が2番手抜け出しまして6番の鈴木正光が3番手、4番手は変わらず7番の谷津となっています。先頭変わらず3番の中野光弘、中野を追っていくのが8番の荒尾聡であります。荒尾が少しずつ差を詰めていこうかというところでありますが、先頭キーパー3番の中野光弘、レーサー残り2周終盤戦です。
中野がこのまま振り切るのか、8番のアローが迫っていくという構え、6番の鈴木松光が3番手、その後ろ7番の谷津、5番の平塚と続いています。終盤戦に入りまして、依然先頭キーパー3番の中野光弘、レースは残り1周ファイナルラップ、さあこのまま振り切るか支部長、それを追っていく8番の荒尾聡でありますが、車間がほとんど変わっていないかというところであります。3コーナーから4コーナーにかけて慎重に中野光弘が回っていく、最後荒尾が迫りたいんですが迫りきれず、光弘中野が押し切った。人気の軸アローが迫ったんですが、最後まで押し切った中野光弘、支部長の逃走劇であります。8レースの入線38そして6となっています。投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。1レース2連単38、1510円、3連単は386、4160円です。の短期決戦5レースから準決勝戦8バトルが始まっています。9レース準決勝戦バトル5です。人気は875、3.7倍となっていました。では9レース実況でご覧いただきます。3日間シリーズ第7回山口シネマ杯、今日は2日目準決勝戦が5レースから行われていまして、続々と優出メンバーが決定しています。残すところあと4レースとなりました。9レース準決勝戦はバトル5ということになります。子供たちも見つめる中、第9レースのメンバーが登場です。0、20、30、40の戦いです。ハンデゼロです。原田富雄、20メーターラインです。新井宏樹、そして中村博明、30戦3人が並んでいきます。小林優輝、鈴木壮太、そして朝香純、最後は40メーターライン穴見和正、そして青山周平です。この中で昨日白星を挙げたのは6番の朝霞、最終12レースを制しました。そう、1番時計はこの青山となっています。雨が降る中、人気は青山です。青山の人気でオッズを10倍切るものがいくつかあります。9レース5秒前です。3秒前から2秒前、第9レース準決バトル5スタートを切りました。20戦のスタートは2人、その後ろ30戦なんですが、5番の鈴木壮太が出ていくか、インコースからは40戦7番の穴見和正でありますが、アウトコース5番の鈴木壮太が3番手のポジション、前には2人、原田富雄、そして新井宏樹、3番手に5番の鈴木壮太なんですが、インコースから7番の穴見和正であります。鈴木壮太と穴見が2番の新井を捉えていきました。レースは2周目に入りました。そのまま1番の原田も捉えていきまして、それぞれ先頭2番手、7番の穴見がわずかにリード、5番の鈴木壮太が2番手、3番手なんですが8番の青山周平であります。青山が3番手のポジション、前3人は7番の穴見和正、5番の鈴木壮太が2番手もインコースを捉えていきます。8番の青山周平、青山が2番手に上がってきています。5番の鈴木壮太が3番手に下がりまして、4番手が4番の小林優輝となっています。先頭キーパー7番の
穴見風正ではありますが、着実に車間を縮めてきています青山周平。レースは残り半分となりました。それでも先頭を守る7番の穴見風正、この両者青山と穴見、この2人の争いとなっています。外から青山周平、インコース7番の穴見風正、両者のマッチアップとなっていますが、わずかにわずかに穴見風正がリード。レースは残り2周、終盤戦しのぎきれるか、それとも外から青山なのか、この両者の争いが続いています。離れて3番手は5番の鈴木聡太、4番手が小林由紀となっています。さあ、まだまだ続くトップ争い、穴見と青山2人のマッチアップ、この戦いが続いています。レースは残り1周、ファイナルラップに入りました。さあ、どっちなんだ、穴見なのか青山なのか。依然わずかながら穴見がリードしている。最後の攻撃はどうか、青山周平及ばずか、わずかに穴見和正。完全に2人の争いとなりました。9レース青山と穴見の争いとなりましたが、わずかながらのリード保ったまま穴見風正でありました。9レースの入線785となっています。投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。9レース2連単78930円、3連単785270円でした。さあ、10レースは準決勝戦バトル6、0、20、30、40の戦いです。さあ、ここでは33期指定、そして伊藤昌司選手、伊藤昌磨選手親子ステッカー販売のご案内です。現在ガイダンスコーナーにて各セット500円で販売しております。大変豪華な綺麗なステッカー完成となっておりますので、ぜひガイダンスコーナーにお立ち寄りください。サブレースから始まっています準決勝戦、この10レースは準決勝戦バトル6、人気は857が最終的な一番人気、 5.4 倍、8757倍、木村選手から塚越選手、3着三浦選手で 5.4 倍、875が続いて7倍、856 14.8 倍です。ではお待たせいたしました、10レース実況でご覧ください。今回で7回目を迎えました山口シネマ杯、3日間にわたって行われています。さあ、こちらは場内にあります山シネスポットの様子です。今回は CS 中継、そして場内になります大型ビジョンを使いまして、ご覧のようにファンの皆様の様子を捉えております。この後11レース発売中はファイティングパンダの近くでも行われますので、ぜひ11レースにはそちらの方に足を運んでいただきたいと思います。さあ、10レースご覧のメンバーとなりましたバトル6、ご覧のメンバー0から40の戦いです。ゼロ戦深沢サドルです。 20m ラインは荒川哲也、そして小林大輔です。30mライン、福田勝則、真ん中には塚越博之、そして一番外は岩沼康雄です。最後は40戦、三浦航平、そして昨日白星を挙げています木村武史。現在は雨もほとんど上がっているかなというところ。
連勝で優勝を狙います木村武史が人気を集めています。857875ではオッズ10倍を切っています。ブルーランプが消えましてスタートまで5秒前です。3秒前、第10レース準決バトル6スタートを切りましたが赤ランプ点滅しています。不適正発送がありました。第10レース赤ランプが点灯しています。果たして誰なのか。2番線のフライングのため再発送といたします。通算400勝に王手がかかっています荒川哲也、その荒川哲也がフライングとなってしまいました。第10レース準決バトル6スタート直後赤ランプ点滅となりましてフライングがありました。2番の荒川がフライング従いまして8選手再度スタートポジションに戻ります。フライングとなってしまった荒川、その荒川は20戦から0戦が深沢、20戦が荒川小林、30戦が福田塚越岩沼、そして40メーターラインは三浦と木村です。各選手再度準備完了となりました。第10レース人気が木村、相手が塚越あるいは三浦となっています。スタートまで5秒前です。3秒前、第10レース準決バトル6スタートを切りました。今度は決まりました。20戦のスタートはどうか分かりか、その後ろ30戦は4番の福田がわずかに出がいいか、5番の塚越、6番の岩野と続いています。岩野のインコース、7番の三浦光栄、8番の木村武史が続いています。3番手小林大輔のアウトコースから4番の福田勝則となっています。切り込んでいきまして福田が3番手を奪っていきました。レーサー2周目と入りまして先頭2番手が入れ替わります。荒川哲也が先頭です。深沢が2番手、3番手は4番の福田勝則となっていまして、5番の塚越2番人気現在は4番手、1番の深沢をさばいていきました。4番の福田勝則が2番手に上がってきています。1番深沢が3番手、そのすぐ後ろ5番の塚越、8番の木村武史が続いています。レーサー残り4周です。現在先頭は2番の荒川哲也です。4番の福田が2番手、3番手8番の木村武史が上がってきました。木村武史現在は3番手、4番手が塚越となっています。先頭は2番の荒川です。それを追っていきまして4番の福田、少し差がありまして8番の木村武史、レーサー残り半分となりました。前3人現在は変わりません。4番手以降は5番の塚越、7番の三浦航平となっています。6番の岩野康夫、6番手、1番の深沢、最後方は3番の小林大輔、上位3人荒川哲也、4番の福田、そして8番の木村拓司、この体勢変わらずレーサー終盤戦です。残り2周となりました。先頭をキープするのは2番の荒川哲也、差を詰めてはいるんですが福田勝則2番手のポジション変わりません。そして木村拓司も3番手変わらずといったところでレースは残り1周を迎えます。さあここで福田が捉えてきました。残り1周です。福田が先頭、青い勝負服福田が先頭です。しかしすぐ後ろ木村が忍び寄ってくるかどうか、2番手に上がった木村武史、もう一つ上がれるのかといったところがありますが、福田が振り切るのか、最後インコース入ってどっちなんだ、わずかに木村武史。福田が最終周回で荒川を捉えまして、その後最後の最後にこの男木村武史が飛び込んでいきました。入選847となっています。投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。10レース2連単841500円、3連単847460円でした。
さあ、そして伊勢崎王と、2018年のカレンダーも完成となりまして、現在ガイダンスコーナーにて発売しております。一部税込みで500円、かなりクオリティが高いんですが、なんと500円で手に入れていただくことができます。郵送ご希望の方、ご覧のようになっておりますので、どうぞご確認をお願いいたします。さあ、レースが11レースです。3連単最終的に8411番人気 8.4 倍、814 9.2 倍、846で 11.8 倍でした。では11レース実況でご覧ください。本日のレースも残り2個レースとなりました。すなわちユースキップも残り2枚ということです。これから行われますのは11レース純血バトル7です。さあ、この時間の山シネスポットはこちら南側のファイティングパンダです。可愛いお子さんが映っているんでしょうか。雨の中でも大きく手を振っています。選手に声援を送る中、11レースバトル7はご覧のメンバーとなりました。なお12レースはメインスタンドで山シネスポット行われますので、ぜひお越しいただきたいと思います。ゼロ戦は西村武史、10戦です竹中和成、20メーターライン竹内正人、鈴木誠二、佐久間武光。30戦です。森村亮、前田純、そして早川誠太郎。昨日白星を挙げました早川。現在も雨の降る中での戦いです。連勝を狙います早川誠太郎、唯一の走3秒台、相手が鈴木誠二。ブルーランプが消えます。5秒前です。3秒前、11レース純血バトル7スタートを切りました。20戦のスタート、アウトコースから佐久間か、それとも内側鈴木誠二か。鈴木誠二が粘って上がっていきます。インコースを去って7番の前田純が3番手、そこには5番の佐久間となっています。3番手わずかにリードは7番の前田純、続いて5番佐久間が4番手、8番の早川現在は7番手となっています。レースは2周目に入りました。ゼロから逃げる西村を追っていきまして、4番の鈴木誠二、2番人気の鈴木誠二が現在は2番手のポジション、3番手変わらず7番の前田純となっています。少し離れて4番手が5番の佐久間拓光、8番の早川誠太郎が今6番手に上がろうかというところであります。前3人は変わらず、西村、鈴木誠二、そして前田純。レースは残り4周です。序盤戦ペースを握っていくのは西村、それを追っていきまして鈴木誠二、3番手が7番の前田純ではありますが、アウトコースから差を詰めていく森村亮、外詰めれる森村亮が迫っていく構えであります。インコース7番の前田純がわずかにリード、1番の西村が先頭、レースは残り半分となりました。2番手4番鈴木誠二に迫っていきます。インコースから7番の前田純でありますがどうか、振り切って4番の鈴木誠二ではありますが、6番の森村、7番の前田が接近しています。わずかにリードは4番の鈴木誠二、2番手インコースから捉えようと7番の前田でありますがどうか。ここで2番手3番手が入れ替わるのか。さらに1番外から6番の森村もやってくる。8番の早川誠太郎は現在6番手、苦しいポジションであります。依然西村がゼロから逃げています。2番手争いはどうか。4番の鈴木誠二、もう一度インコース、7番の前田純、外攻めは6番の森村亮であります。この辺りの争い、真ん中を割るように6番の森村が一気に上がってくるのか。わずかに4番の鈴木誠二ではありますが、レースは残り1周ファイナルラップ、西村の大逃げとなるのか。4番の鈴木誠二は2番手に上がってるんですが、差があるぞ。6番の森村、3番手7番の前田が4番手、早川ようやく5番手に上がろうかというところ。1番の西村武史の大逃げとなるのか。そのまま振り切った、早川誠太郎、鈴木誠二、敗れる波乱の中、ここは西村武史3番人気。
大逃げとなりました。146の入選、投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。11レース2連単142,170円、3連単146,12,420円でした。12レース発売締め切りとなりました。12レースの発売は締め切りとなりました。たくさんのご投票ありがとうございました。さあ、レースは最終12レース、準決勝戦バトル8を残すのみ、0、20、30、40の戦いです。さあ、そして今シリーズもオートレース選手名鑑の配布がございます。最終日15日も11レース発売開始から、第3投票所表側付近で配布となります。それぞれ毎日150部、なお1人様1部厳守とさせていただきます。数に限りがございますのでご了承ください。さあ、レースは12レースを迎えまして、ナイター照明にも火が入っています。3連単最終的に8572.7倍、高橋選手から金山選手、3着笠木選手です。8754.8倍、5879倍となっていました。さあ、ではお待たせいたしました。12レース実況でご覧ください。第7回山口シネマ杯シリーズ2日目、5レースから行われてきました準決8バトル、いよいよ最後のカードを迎えます。さあ、3つ目の山シネスポットはメインスタンド、なんとサンタのコスプレの方もいらっしゃいます。これは燃えます。さあ、明日はぜひこちらに応援ボードやグッズも掲げて映っていただきたいと思います。12レースバトル8準決勝戦、ご覧のメンバーとなりました。0から40の戦いです。03レース渡辺教授、20戦には中畑哲也、30戦です片岡健二、青木克美、金山周平、そして40メーターラインは丸山聡、笠木義孝、そして高橋貢。昨日は2着スタートとなりました。一番人気は857、高橋貢、金山、笠木、ここでオッズが直前で 2.6 倍、ブルーランプが消えていきます。5秒前です。3秒前、12レース準決バトル8スタートを切りました。30戦のスタートは真ん中、青木克美が出ていく。青木が3番手につけていきました。その後ろ40戦は高橋貢、序盤戦で中段につけています。
まとめ強調っていきまして、中畑哲也、その後ろインコースから8番の高橋光、青木のインコースこじ開けていきまして、3番手につけていきました。早くも2番の中畑も捉えていきます。レーサー2周目に入りました。高橋光が2番手です。3番手が中畑哲也、4番手が青木克実となっています。渡辺教授に迫っていく高橋光、このバックストレッチで早まると捉えていきました。先頭に躍り出た高橋光であります。渡辺教授が2番手、離れて3番手が中畑哲也、4番手が5番の金山修平となっています。早くも大きなリードは高橋光であります。1番の渡辺教授のインコース、ここは潜り込んでいきまして、金山修平が2番手に上がっていきました。2番人気の金山、そして3番手なんですが、混戦、最内から7番の笠井義隆、外に2番の中畑、3番の花岡が続いていきますが、最内から7番の笠井が3番手につけています。現在先頭は高橋光、2番手は5番の金山修平、3番手が7番の笠井義隆、人気3人が上位を固めています。先頭高橋光、レーサー残り2周、終盤戦です。2番手が金山、3番手が笠木、この辺りも安泰か。しかしこのレースは1着勝負であります。前には大きなリード高橋光、2番手金山なんですが、高橋光の背中が見えないぐらいリードはつけられています。残り1周、ファイナルラップを迎えました。金山が2番手、3番手が笠木、その後ろ離れまして4番手は2番中畑哲也、3番の片岡と続いています。2着ではありましたが、高橋光、今日はしっかりと結果を残して優勝ということになりそうです。高橋光が制していきます。早い段階で勝負をつけていきました。圧勝での白星、高橋光。12レースの入線です。8、5、7、12レースの入線は8、5、7となっています。ご覧のように大きなリードをつけた高橋光、このままいきますと高橋光は今年13度目の優出ということになりそうです。投票権は確定が出るまで大切にお持ちください。入線は8、5、7となっています。12レース1位入線は高橋光でした。以上、実況でお送りしました。ということで、最終12レース準決勝戦バトル8をご覧いただきました。照明灯にも火が入っています。まだ確定ボードは点滅、今点滅を開始いたしました。8、5、7と点滅開始となりました。まもなく確定となる模様です。高橋選手に田中茂選手が大きな拍手を送っていらっしゃって、この寒さの中半袖でいらっしゃいました。田中茂選手はさすがです。さあ、そして12レース確定です。8、5、7の入線です。1着8番高橋光、2着5番金山修平、3着7番笠木義孝でした。12レースを制しましたのは、速攻を決めました高橋光選手。高橋選手、人気にしっかりと応えています。12レースを制しましたのは、高橋光選手です。通算この勝利1346勝目が上がっています。高橋選手、おめでとうございます。では確定です。2連単8号、190円、2連複5と8の組み合わせ140円、3連単8、5、7、260円、3連複5と7と8の組み合わせ160円でした。すべて一番人気の決着となりました。その他の結果もどうぞ合わせてご覧ください。そして12レースを制しました高橋光選手の上がりタイム 3.637、3.637 でした。ということで、今ご覧いただきました12レースはこれでもかとちぎりましたが、高橋光選手が見事な1着ということで、明日の優勝戦進出予定メンバー8選手決定となりました。